皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。英語が10点から20点しか取れない高校受験生を8ヶ月で50点以上取れるようにする動画の5回目、今回は、一般動詞の否定文と疑問文の作り方、これを説明します。まず否定文からです。一般動詞の否定文は動詞の前に do not、ね、短くすると don't、 これを入れます、ね、動詞の前に do not、 don't を入れます。では例を使って説明していきますけれど、ここでは、短縮形の don't を使って、説明していきます。括弧1、 I play the guitar、 I play the guitar、 私はギターを弾きます。ここでは動詞は play ですから、play の前に don't を入れて I don't play the guitar。 ちょっとピリオドがね手前に来ちゃいました。書き直します。 I don't play the guitar、 I don't play the guitar、 私はギターを弾きませんって、こういう文章ですね。2番は You know Akira、 You know Akira、 Know というのは知っているという意味なので、あなたはアキラを知っています、ね、こういう意味の文章ですね。 You know Akira、 動詞は Know なので Know の前に Don't を入れます。ですから You don't know AkiraYou don't know Akira. You don't know Akira. 動詞の know の前に don't を入れて You don't know Akira. あなたはアキラのことを知りませんと。こういう否定文が出来上がりました。括弧3番です。I like science. I like science. Science というのは理科ですね。理科とか科学ですね。動詞は like ですから、like の前に don't を入れて、I don't like science. I don't like science. I don't like science. 私は理科を好きではありません。ね、私は理科を好きではありません。I don't like science. これで否定文が出来上がります。一般の否定文の作り方。動詞の前に don't を置くと、動詞の前に don't を入れると、これを覚えてください。では次は疑問文に移ります。疑問文です。疑問文、ここでは主語が you の時についてお話しします。主語が you の時、 you の前に do を置いて、最後にハテナのマーク、これクエスチョンマークですね、クエスチョンマークをつけます。これで疑問文の出来上がりです。括弧1番、 You speak Japanese、 You speak Japanese、 あなたは日本語を話します。この意味は普段日本語を話していますという意味です。これを疑問文、あなたは日本語を話しますか、普段日本語を話していますかという意味にするときには、この You の前に Do を、この you の前に do を置いて do、 そして you の y は文頭じゃないので小文字になって do you speak Japanese、 でハテナですね。 Do you speak Japanese? Do you speak Japanese?あなたは日本語を話しますか、普段日本語を話していますかという意味の疑問文ができました。答えるときはあなたはって相手が聞いてるんで、答える人は自分のことなので、 I を使って Yes I do、 Yes I do、 こうなります。 No だったら No、 自分のことなので I don't、
もちろん No, I do not でも構いません、ね、No, I don't こうなりますね。 Do you speak Japanese? あなたは日本語を話しますか？え、話すんだったら Yes, I do 違ったら No, I don't こうなるんですね。ではカッコ2です。カッコ2は You help your mother You help your mother Help というのは手伝うとか助けるという意味です。ですから You help your mother これはあなたはあなたのお母さん自分のお母さんを手伝っていますか、普段手伝いますかと、あ、手伝いますですね。これを手伝いますかという疑問文にしたいときには You の前に Do を置いて Do そして You の Y を小文字にして Do youHelp your mother で最後にアテナとクエスチョンマークを書くわけです。 Do you help your mother? Do you help your mother? あなたは普段お母さんを手伝いますか、こういう疑問文になります。 Yes で答えられたら Yes IDo. No だったら No, I don't. No, I don't. ね、あなたがもし Do you help your mother? って質問されたら、答えはどちらでしょう。 Yes, I do なのか No, I don't なのか、答えてみてください、ここで疑問文を作るとき主語が You のときには You の前にDo を置いて、で、You の大文字だったのを小文字に変える。そして一番最後にクエスチョンマークをつけると。このことを覚えてください。では、普段の勉強の中で英語をできるようにするにはどうしたらいいかというお話を最後にします。英語学習で効果がある方法ってやっぱし声に出して言ってみることなんですね。声に出して読んでみると。音読なんかすごくいい練習です。で、その音読のためのすごくいい教材、実は皆さんの身近なところにあるんですよ。それは何かというと、教科書です。え、教科書、あの長い文章を全部読めなきゃいけないのなんて思わなくていいですよ。ね、まず一番身近にある音読の教材、これは教科書である。全部読まなくていい。じゃあ、どこを読むかって言ったら、意味を理解してから、ね、基本文ですね。そのページで学習する基本文が載ってると思います。その部分を何度も音読しましょう。音読するとき、ぜひ教科書についている QR コード、今教科書にね QR コードがついていて、その QR コードから、音声のところに行けるようになっていますから、その QR コードを利用して音声をしっかり聞いてみてください。そして聞こえて聞いた音やリズムを真似してこの基本文を口に出してみましょう。読んでみましょう、ね、とにかく聞こえてきた通りに真似をすると、これが大切です。そうすると正しい音も身についていきますよね。で、さらに意識してほしいこと、それは基本文の作り、主語、動詞、その次何が来てるかという、そういう作りを把握して、なぜその意味になるのか、こういう時にはこういう意味になるということを理解しましょう。これを意識すると、文法がだん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 頭に入ってきやすくなります。効果としては、英作文で、この例文と同じ形の文、これを作れるようになりますよね。英作文、最近はかなり出るようになっていますから、しっかりここを基本文のところを身につけておけば英作文できるようになっていくということです。当然ですけれど読解やリスニング、これにも効果があります、ね、こう基本文の、音読、繰り返し繰り返し何度も音読して、まあ、暗記するくらい音読していくことで英語の力だん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 上がっていきますから、ぜひ英語の基本文の部分、教科書の基本文の部分の音読をやってみてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。
さようなら。